コンコードレコードは1972年にカール・ジェファーソンによって設立されたアメリカ合衆国のジャズレコードレーベル。西海岸カリフォルニア州ビバリーヒルズに本拠を置く。オリジナルはコンコードジャズの名で知られる。1972年にカリフォルニア州コンコードで開催されたコンコードジャズフィスティバルが母体となって72年に設立された。スタックスレコード。 ボルト、スペシャルティレコード、タコマレコード他多数のレーベルを参加に入れ、巨大企業となった。2002年には、コンコードと、パートナーであるスターバックスは、ソウルのレイ・チャールズのアルバムを発売し、グラミー賞8部門受賞を達成した。2004年にファンタジーレコードを買収し、合併、コンコードミュージックグループを形成しその参加に入る。最大手のインデペンデント系、ジャズレーベルとなる。 2007年、ヒアミュージックを買収し、ポール・マッカートニー、ジョニー・ミッチェルらが所属ミュージシャンをなった。日本での販売元は、ビクター・エンタテインメントを主としていたが、2006年にアメリカ本国の配給元が、ユニバーサル・ミュージック・グループになったために、日本もユニバーサル・ミュージック・ジャパンに移っている。ありがとうございます。